今度ちょっとしばらくご無沙汰していますが、皆さんからいただいた質問にここでちょっとお答えしようかと思いますが、ゆうこさん、たくさん、こんにちは。今度大学の推薦試験を受けるのですが、英語面接なんです。そこで質問なんですが、受け答えするときに普通にイエスだけでいいのでしょうか。あと面接の際に気をつけることとかあったらぜひ教えてくださいということですが、面接受けるときは必ずイエス、イエス、まあでもイエスにその後に何かつけてもね、イエスThat's right とか、oh, Yes, I do とか、まあ、その質問によって変わるんだけれども、Yes, that's right, Yes, I do, Yes, that's me, Yes, that's correct, that's correct. でも必ず答え方は Yes だと、Yeah とか、もう言わないね。それは絶対言わない。あとは気をつけた方がいい。面接とか英語で受けたことある？ないです。ない。ゆりは？ない。ない。でも日本と同じ、コメンセンスはコメンセンスだから、あのね、ちゃんとして答えればいいと思うし、日本人は握手はする？握手、面接、面接でしないです。あ、しないんだ。しない、しない。ああ、でももし日本人でなければ、その面接。入ったよね。はい、こんにちは。そう。すぐ握手して、はい、nice to meet you って握手を、ちゃんと、firm handshake。ちゃんと、この、ふにゃふにゃじゃなくて、ちゃんとした握手をして、あとは、日本と同じじゃない、まあ、普通どこでも面接受けるような姿勢でということ、姿勢でね。